また切れてしまいました。スマホの録画がまた始め直しますね。続き、排尿障害でしたね。で、そういった小学校1年の時にの出ない体験でもって、私はそれ以降ずっと、小学校、中学校、高校と学校でトイレをしたことがありません。大便はしたことはあるかもしれません。小便はしてません。幼稚園時代を振り返ってみると、お漏らしとか、うんこさんを、挟んじゃったり、出しちゃって、っていうことがあったような記憶はするんですけれど、ということは、家から、実家から出ても、幼稚園の頃は、菌がちゃんと緩む状態だったですよね。幼稚園時代は、じゃあ、おむつ離れができてなかったかというと、うちではちゃんとしてました。立ち小便。はい、大便も含めて普通にしてました。で、だからそういうふうに、学校に上がってからというもの、私は一切小便をしてません。それはとても苦痛でした。表面上は軽く振る舞ってまして、体育の時なんかでも、膀胱の音がするんですね。ポチャンポチャン、ポチャポチャと、水の音が、お小水の音がするんですね。で、近くにいる子に、ほら、ポチャポチャするやろって、言ったり、笑いながら言ったりしても、記憶がありますね。運動神経は結構良かったですね。でも、相当な体育の時間を、だから、相当な、苦痛で、障害であったんで、障害になるんで、体育の時なんか特に動かなくちゃいけないので、体育がそういう意味では嫌いでしたね。体育の時間来なければいいなって。で、それから、このままじゃダメだっていうことで、大便所、大用の、男性の場合、大用の座る式の便所に入っても、ことは同じで、で、高校以降の前にまず言っとかなくちゃいけないのが、修学旅行ですね。修学旅行の時も、相当地獄を見ましたね。排尿せずで。で、2回ほどの記憶としては2回ほどの、修学旅行とかいう、なんか旅行行きましたよね、1泊や2泊で。
一泊だったでしょうかね。その中でも2回ほどの記憶が鮮明に私の心に焼き付いていて、一つには船の中です。枕投げしていて、私、我慢強さがもう身についてしまっていて、したくてしんどいのに、それでも、やはり、先ほど言ったよりさらに進んで、普通に振る舞うことを覚えていて、で、枕投げなんかしてたんですね。船の夜の時間帯に。で、そこを途中抜け出して、トイレを探しに行って、トイレを目指して行くとき、それから出なかったんです、結局。立っても座っても。で、行くとき、帰るとき、どちらだったか、両方だったか、覚えてませんけど、両方でしょうね。迷宮迷路に迷い込んだといったら、なんだかおとぎ話のようですが、そういうことではなくて、例えて言うなら、深い奥深い森の中、ただ一人、どこかに私はいて、傷を負っていて、血を流していて、で、重い荷物を背負っていて、朦朧としていて、当てどもなく森の中をさまよう。